お、いいんじゃないですか、ここいいんじゃないですか。ちょっとやってみましょうか。関係者以外車両通行禁止、何度も言います、車両の通行禁止と解釈しました。ここでやってみます。うわ、ここはダメじゃん。あっち側だな、逆だな。水門になってるね。ここ全然見てないっすね。あそこに人がいるな。なんかもっと奥に道路がありますね。車両通行止めなの入ってんのかな。施設の人かな。監視カメラもね、あそことそこに2つにある。結構厳重に注意されてます。監視されてますね。じゃあちょっとここでやってみるか。いいとこ。今日もね、ビビビバグで。まだ3頭ぐらい、ちょっとまんべんなくビビビバグを打ってみてどうかですね。朝吉の釣りに行く、釣りに行く。ちょうどね、今日って言ってもみんな分かんないかな。2月のね最終日曜日じゃないか、21日なんですけど、まあ気温が20度超えたなんですけどね。午前中と資格試験のテストがあって、で、まあ、3時からここ来てやっているんですけども、いつもね、あの手が利根運河の排水機場とか狙ってたんですけど、ちょっと違うとこ行ってみようかなと思ってね、来てみました。ここどこですよ、皆さん雰囲気はいいでしょう。これは何度も言いますけど、車で来ちゃダメです。駐車場ないですよ、本当にない。何度も言いますけど駐車場ないです。自転車で来てください。まあ地元の人でも自転車じゃないと厳しいと思いますよ。柏田中駅が最寄り駅になって、で利根川方面でとことか歩いてくる感じですかね。ここの流れがね、こっちからこっちなんですよ。左から右、利根川方面に向かって流れてる感じですね。でもね、ここ上流のはずなんですけどね。どうなんだろう。ダメかな、ビビビバグやめるかな。お、陽平さんから LINE が、あの橋の下ですね、鯉がたくさん見るのでバス調査お願いします。了解です。ワームは何使ったらいいかな。ワームはなかえはいいですか。これも陽平さん教えてくれるかな。優しいから教えてくれるんだろうな。ここはね、地元のね、陽平さんのね、情報だとね、鯉がいるとのことですね。ツイッターってすごいっすよね。こうやって皆さんが教えてくれるんですよ。すごい。ここ皆さん釣れますよ。バスいんのかな。利根運河の上流ですよ、最上流。利根運河にはね、バスが少ない、いないっていうね、よく言われてるんですけど、これで釣れたらバスがいることが証明される。釣れなかったらその謎は誰にもわからない。皆さんからの情報を頼りにしてます。釣れますか。地元の方からは鯉はいると。鯉はいるけどもっていうか、このねシチュエーションいいっすよね。超いそうなんですけど、ちょっとルアー変えてみよう。はい、
カバースキャットのフリーリグでやってみたいと思います。なんかね、流れがちょっとあれっぽいんですよね。気のせいかな。さあ、恒例企画、朝吉の恒例企画、この場所釣れましたか？皆さん、この場所釣れましたか？釣れた人いますか？釣れた人いましたら、ぜひね、コメント欄に書き込みお願いします。この場所ね、バスはね、釣れるか釣れないかは私には分かりません。多分私は今日ね、証明できなさそうです。あ、釣れないことは証明できる、うん、俺は釣れないことは証明できますね。カバースキャットのフリーリグで2月の21日にやったけど、正吉は釣れなかったということは証明できる。でもバスがいるということはね、わからない、わからないよ、ね、え、釣った人いたら、釣った人いたら絶対コメントしてくださいね。あとね、その地元のね、人、陽平さんって言うんですけど、陽平さんのね、情報いわく、なんと利根運河と利根川はつながっていないと。え、そうなの？と、つながってなかったら本流からバス入ってこれないよね、と。じゃあ利根運河のちっちゃなバスはどこから入ってきてんの、という話になりますよ。おそらくね、増水して利根運河がね、ちょっと水かさ増したら江戸川側からちょびっとだけ入ってくるんでしょうね。利根川側じゃないですよね。利根川側の方がね、絶対バスいるんですよ。鬼怒川だったりとか、五街川とか、横利根とかね。おお、待って、待って、これは、これは、これはなんだ。あ、当たったじゃないかもしれない。当たったんじゃない、引っかかってるだけだ多分。いない、いない。タバコの吸い殻があったから、ここで釣りしてる人いますね。はあ、釣れねえかな。今時間4時、今日の日の入りはね、5時半ぐらいなんで、あと4時半前だな。そろそろ3月ですよね。みんなね、だんだんこの時期暖かいから、ツイッター上だと釣れて、私のタイムラインはね、釣れた釣れた報告が多いですね。ただね、手がね、まあいないっすね、まだ。利根川どうだろう、いつこの排水機場だったらいいのかな。よし、じゃあちょっともう釣れないんで、ちょっと見てくるか。もう今日も釣れないから、現地調査をメインにしよう。この先っちょはどうですか？入っていけるな。そこはちょっと若干だけど入っていけそう。そこの水分が開いてんのかな。ここバスいるんですか？皆さん教えてください。釣り人がね、入った形跡がね、若干あるんですよね。入った形跡が、虫がすげえ、入った形跡が少しでもあるということは、釣れるかもしれないと思って来た人がいるかもしれない。あと意外とね、車両通行止めなんだけど、自転車とか普通に入ってますね、ここ。なんだ、自転車で来ていいんじゃねえかと。どうなんだ、こんなこと言っちゃダメなのかな。事実だけ伝えると、自転車で来ている人います。ただここは車両通行禁止です。柏警察署から盾札がね、柏警察署の盾札がちゃんとありましたんでね、まあ何かしら罰せられる可能性がなきにしもあらず。まあ監視カメラもたくさんついてるんでね、私みたいにね、ちょっと真面目なね、政府寄りの仕事をしてるとね、絶対許されないんですよね、そういう。あ、ごめんなさい、私政府の仕事はしてません、民間人です。さあ、ここは明治が前、
入れまして、ここ待ってよ、ちょっと待ってよ、これもしかして繋がってない、どうなってんの、これは。繋がってないよ。写真撮っとこう。